じゃあこれから試し打ちを取るので、モデルさんはこっちを向かないでください。この位置でいきます。じゃあ最初は丸いの18金エアコキ M645、 じゃあコッキングしてスライドを引く。で、あそこの的の段ボールを打ってみてください。2階まで飛んできましたね。ここが2階だよ。あ、3階ですか。硬いですか。そうですね、これを本当に一緒に打つのかなっていうか一緒に打つんです。よし、OK。 それはね、ちゃんとコッキングしないから半端なやつが装填されちゃう。じゃあ次の、次は丸いのオメガの改装品です。3発ぐらい。あ、コッキングできてない。ちょっと部屋の中で打つのは強力すぎる、ね、じゃあ次、順番に、次もオメガ。このオメガは初速67ぐらい出てるので相当強いです。はい、次はシグ P228。 なんかマルとしてかわいいですね。かわいいって全然なんか強さは変わりくなかったです。はい、これも228。丸いのエアコキ KP85 の強化品です。はい、それは引きやすいでしょう。そうですね、さっきは頑張りすぎて力が。KP85 は剛性も高いし、ちょっと使いやすい状態です。はい、次はベレッタ M8000 クーガー。引いて、引けてない。引けてない。なかなか引けない。よし、じゃあ待って、コツを教えるから。じゃあ今教えた要領でコッキングしてみてください。できた、そういうことです。コツが分かれば女の子でもこの硬いバネをコッキングすることができます。じゃあ次はベッタ M92F 10金を強化したもの。はい、これも強えな。はい、モデルさん今夜筋肉痛だね。そうですね、お手がすでに結構痛いですね。待って、この銃何？PC356。 おお、
はい、じゃあ356はもうみんな一緒だからいいや。ここからは海外製の子供用10斤のエアコキシリーズの強化品になります。子供用だから軽いでしょ。うん、結構。じゃこれ引くのも結構軽い感じ。引くのも軽い。じゃあ打ってみてください。わ、ちえ。強化してあります。確かに引くのは結構さっきのより軽いですけど、うん、威力はすごい強いですね。ちょっと見せて。これ強くしたんだよ。ね、なんだっけ。いや、後で説明します。はい。これも子供用だけど中身は強くしてあります。はい。うん。はい、すごい小さいですね。これこれは小さいし、それはそんなに強くしてないから簡単に弾けるしと思う。あ、本当だ。いいでしょ、これ。そうですね。はい、お疲れ様でした。ここから先はガスガンなので力はいりません。はい、モデルさんが初めてガスガンにガスを入れます。ではこの ノズルをここに注入バルブに当ててグッと押してください。バルイの固定スライドガスガンステア GB です。これはホップ化してあるので 40-50m 飛ぶようになってる改造品です。では撃ってみてください。これはもうトリガー引くだけで撃てるし。バンバン打って、バン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 、頭切れ。こんな感じでデザートカラーにしてあります。すごい可愛い色してます。はい、これもステア GB のホップ化したものなんですけど、撮影中にガス漏れしちゃったので、もう直すのめんどくさいから、ジャンク品として1円で出品します。中のバルブ、あのガス漏れ直せる人は自分でやってください。これはマルゼンの古い固定スライドガスガン、なんだっけな、659かなんかを、リザーブマガジンの自重落下式に改造したもので、中ホップ化してありますが、出来が良くないのでこれもジャンク扱いで1円出品します。あ、弾が入っちゃう。じゃあモデルさん撃ってみてください。じゃんじゃん連射しちゃって。お、こんな感じ。あ、ちゃんと撃てんじゃん。お、はい、次は MGC の古いブローバックガスガンのグロック 17L です。これは刻印が、あれ、ピントが合わない。あった。刻印が MGC になってるレアものです。ではモデルさん、それはスライド一回コッキングして、で戻して、あとはトリガーを引いて、連射して、あとはトリガー引くだけなので、あ、弾切れ。はい、OK です。これも MGC の、固定スライドガスガン。M645 です。これはあのスライド動かないのでトリガー引くだけです。撃ってみてください。OK です。これはマルシンの古い固定スライドガスガンのデトニクスです。これもあのトリガー引くだけなのでお願いします。お、弾切れ。一言コメントお願いします。結構小さめですごい可愛いです。あとここの木の部分もなんかちょっとおしゃれな感じがします。ごめん、これ木じゃなくてプラスチックなんだ。あ、すごいですね。でも塗装してるんです。色味が、うん、はい、丸いのガス リボルバー、
Python を、リアルカート化したものです。これは、ハンマーを引いて打ってみてください。これも引くと打たれる感じですか？それを引いてから引き金を引く。それじゃあ、そう、大丈夫、いけない。おお、よし、OK です。おはようございます。この間、キムコのトップボーイを買いに来てくれた西岡さんがちょうどエアガンの撮影の見学に来たので、試し打ちの動画モデルをやってもらいます。よろしくお願いします。これは S2S の10金のエアコキショットガンを、中身を強化した18金のエアコキです。じゃあそこの的に打ってみてください、はい、重さどうですか？コッキングは思ったより引きやすいですね、うん、強くはなってるけど、これでも初速60ぐらいなので、あの大人用のハンドガンぐらいになってます。そんな感じ、次はこれは、韓国の AC870 という10金の弱いものを強化したものです。あ、これも引きやすいですね。これはね、80ぐらい出てる。なかなか強いです、はい、で、次がですね、これクラウンの10金のスパスなんですけど、うちのハンドガン用の強化スプリングを3本突っ込んであるので初速が0.2g 弾で97出てます。規制値ギリギリです。だけどコッキングはそんな硬くないので、ちょっと打ってみてください。早いですね。気持ちいい。すごい気持ちいい。これはここのマガジンチューブの中に弾が40発ぐらい入ります。でこれ飛距離測ったら、0.25g 弾で 50m 直進しました、売ってるどんなライフルよりも飛びます。かなり高性能です。はい、お次はこれはうちの定番カスタムマルゼン CA870 のこの M4 グリップ仕様。中はちょっと強化して、これも初速97で、50m 飛ぶようになってます。これは引きやすいです。引きやすいですね。軽いです。これはこれで中身はライフルぐらいの性能になってます。うちの売れ線商品です。これはいいですね、はい、すごいです。でこれもグリップ違いで同じものです。おすごい強いですね、これは強い。以上、今月の新作のレビューでした。ご協力ありがとうございました。